コロナが収束したら初めにやりたいことを教えてください。とりあえずその汗拭いたらいいんじゃん。で、そうっすね。僕はあのライブがしたいってのももちろんそうなんですけど、ただあの僕はやっぱりオタクなんで、あの同人即売会に行きたいですね。コミックマーケットとかコミティアとかに行って、人の新刊を買って読んでツイッターで感想を書いたりとかしたいですね。それライブと同じぐらいしたいです。え、なんなん？コミティアってあるんですよ。そのオタクたちが4日間で70万人ぐらい集まって、ま、あのどこだっけ、国際展示場に70万人4日間で集まって、人のがもうギュみたいな感じで、なんか人の出した同人誌とかを買って家に持ち帰るっていう、そういう集まりがあるんですよ。4日間で何億円とか動くような。じゃあその、はい、そのコミケみたいなの来る人ら全員ヒップホップにハマらしたらもうやばいやん。そうっすね、潤いまくり最大の市場っすよ。じゃあやばいやん、うん、じゃあそこ行こうや。行きます、うん、70万人もんねん。70万人やばいやん。